At the Tokyo International Gift Show, Spring 2011, Taiyo Toma exhibited flower stamps which make it possible to print directly on leaves and flowers. 従来スタンプというのはですね、葉っぱや花びらに押すと全てきれいに押せないんですね。今回のスタンプはですね、ラバーが滑らないラバーを使ってますんで、きれいに捺印ができます。なおかつですね、スタンプ台、これも特殊なスタンプ台になります。速乾性の顔料インクを使ってますので、捺印後 2,3 分経つと、きれいに乾燥します。従来のスタンプ台ですと弾いてしまいますので捺印ができません。でこの特徴を生かしまして、直接フラワーにメッセージを押すことができますので、従来メッセージカードなんかをよくフラワーにつけるんですが、その代わりに直接花びらにメッセージを捺印する方が、インパクトがあるんではないかという商品になります。この商品、花に押すというアイデアはですね、日本に限らず全世界やはり共通だと思うんですよね。当然全世界花の市場というのはありますので、今後ですね、海外もこういった花に押せるスタンプということで、展開を販売を予定しています。はい、Flower stamps cost between 220 and 500 yen. The special purpose stamp pad is available in two sizes, small for 680 yen and large for 1200 yen. These products are available at florists throughout Japan as well as on the web. Diginfo News.